どうも電車川直です。今日もですね来ておりますのはこちらですね、グラノセビア小賀店さんですね。これね、で一応今日成人の日ということで祝日なんでお客さん結構多いんですけど、どうなるでしょうか。早速店内見ていきましょう。これよ、この並びね、4箱勝ち盛り3000枚ぐらいあるのかな、合算出ます。131、いいね。 お隣、162、まあ合算はあれですけどビッグによってで結構2箱ね出てると、並びで出てますね今日もね。でカラーのこっちよ、なんかジャグラーみたいな履歴ですけど、133、いいねいいね今日。あとね塊でここも、147分の1、ビッグ2乗のレギュラー19と、お隣もビッグに今日えらい寄ってんな。ここ154かからのここか、21、24、137分の1と、隣が103、いや118、こういう台よね。2018年もいい感じです。でよ、ナムコバンダイ、決まりです。空いてるんでね、データ出します。いや全然わからん、こんなんで、あんたまだあんたわからんって。というわけで思い出のナムコバンダイからいきます、お願いします。はい、というわけで時間になりました、実践始めていきます。あきおめです。2018年はね、もうこの何あれよ、スイカこぼさないですよ俺は、悪いですけど。ハマるね今年も。ただこの台朝一500何歩だ、11ぐらいで当たってんですよね。結構粘ってるんですよ前任者の方は。ということはよ、ということはまあベル角とか子役の落ちが良くて粘ってたんじゃないかと。でまあビッグが引けなくてやめたって感じですね、これは多分典型的な。ただねこういう台も粘れば後からついてくるんだよきっと、きっとね。うお、プレミアムからのスタートです。594ゲーム、タン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 、594ゲーム、総投手が6本プレミアム、はい。スイカ1回パネフラーなし、えいひゃい、ノイベル、オールナイトの話でもします、どうすか。まあダメと言われてもするんですけどね、もう一方的に僕が話す動画なんでこればっかりは。今年はですね三重県津市のホールさんに行ってきまして、でまあ行きまして、僕とペアになったのがあのアルプス西野ですね、あの右打ち右打ちのギャグで有名な、もう2017年一世を風靡したあのギャグで有名なあのグルメレポーターと一緒になりまして、でまあオールナイトのまあ何、まあ、紙面企画的な感じで今回はやってまして、でまあ内容としてその8192分の1のフラグを引くまで帰れないというものだったんですけど、アルプス西野がねまあ引いたね、めちゃめちゃ、あいつね動画出た方がいいよって思うぐらい、自分があのセントセイヤ海洋覚醒打って、で隣に
アルプスがギアスの R2 か打ったんですけど、確かね9時回転なんですよね三重県も。で11時ぐらいにあれ ART かな、もう ART に入ってて、その時に中段チェリー引いたんですよね、サクッと。いやすげえなと、お前なんでそんな引けるんだと聞いたら、いやー163パー4ぐらいだったら今日多分あともう一回引けますねみたいに言って、ふざけんなこのデブと、お前じゃねえと。まあアルプス西野はあのサポーターなんで、サポーターが引いてもまあダメみたいな、そういうルールなんですよね。このメインというか、まあメインの人が引かないとまあ帰れないみたいなルールだったんで、いやもうその引きを俺によこせという感じだったんですけど、そっからどうですかね、夕方ぐらいかな、4時5時ぐらいかなにギアスラッシュ、あのバードロですね、65536だったかな、あれ引いたんですよ。まあ、それ引いて、まあ薄いのよう引くなと。でそっから、まあ自分何も引けずね、まあ、正直その自分の目標ではあのセイントセイヤ海洋覚醒でアテナフリーズかない、もしくはまあ戦慄戦争引いてやるぜみたいな、ちょっとね完全に調子乗りまして、一応セイントラッシュに入るんですけど、まあ戦慄戦争とか引けるわけもなく、1日2018年年を越しまして、いやもうさすがにちょっとねこのまま聖夜を打ち続けるのはちょっと無理だと、さすがにフラグが重すぎるというところで凱旋に移動したんですよね。でまあその時もアルプスも、まあ、ギアス R2 やめてて、172ゲームアルプスビッグ、アルプスレギュラー、持ち込みです。左で凱旋に移動して、でアルプスも僕の隣に座ったんですよね。するやいなや、隣に座るやいなや、中段赤な引きまして、まあ、なもうあいつやばいっすよマジで引き。とりあえず持ち込み、これはでかい。はい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 、無理、172か、 OKOKOK、 まだワンチャンなっていう感じで、どうすかね、もうその時点で昼の11時ぐらいか12時前ぐらいだったんですよ。さすがにそろそろ引かない、やばくなってくるじゃないですか。もう何時間ですか、だって24時でしょ、で3時間、まあ、27時間ぐらい、30時間近く打ってて、なのでとりあえず1回、まあ、凱旋で旗たり取って、そっからね西野に代行してもらおうと思って、なぜかねふと、もうこんだけ引いてるんだったら俺の代でも引けるんじゃなかろうかというところで、まあ、別にもう何でもないその AT 中の時に、おちょっとお前レバーやってくれっつって、でポンで叩いたらその瞬間に ボタン出てきて、ブブブっつって、お前やるなと思って、まあやっぱすげえぜというところで、その時は、まあ、プッシュをしてチャンスだったんですよね。で何がそったかというと、まあ、中段キナーだったんですよ、その時は。まあ、中段キナーでもまあまあすごいんですけどね、実際確か937分の1かぐらいなんで、それ一発で持ってくるってすげえなというところで、その後、まあ5ゲームぐらいこう代行させたんですよ。もう代行っていうか分からないんですけどね、
その5ゲーム目にもう1回このボタンのやつ来て激アツって来たんです。来たとアルバス、これはもうね来たぞと、これ絶対これゴッドゴッドあるわと。でこれね赤7じゃダメなんですよ、あの確か4096分の1なんで。ただねこの流れで、ね、1六3パー4とか3人7の歌詞とかバンバン弾いてるお前がゴッド弾いてないわけがないと、というところで第1ステージ中段に赤7止まったんですよ。おーいっつって、お前これもうお前レア進化、お前中段赤7でお前どっちも65536やねえかみたいになってで止めたらレア進だったっていうね、65536をそのわずか10ゲームないぐらいの台打ちで相手は引いたっていうお話です。いやーマジアルプスがねだからサポーターじゃなかったら俺はね38時間ずっと打ってたよマジで。いやこの動画をね返して言いたいけどアルプスありがとう本当。はい、ほっほっのよっよっほっほっない、うわー164ゲーム怪しいレギュラーっぽい、やはり、外し9本164ゲームおい、とりあえずまだやれてるね、まだ9本ここよ、おい。そういうあの渡るといえばあれですよね、完全にマシン英雄伝ですよ。このマシン英雄伝でピンときた方はもうね漏れなくおっさんの疑いがあるんで気をつけた方がいいです。このねマシン英雄伝渡るのあのなんかこうメカあるじゃないですか、メカって言ってるか分からんけど、俺もねマシン英雄伝渡るって言う割にはにわかというね感じなんですけど、そうだそうだ龍神丸だ懐かしいな、あー龍神丸59ゲームこれはビッグさすがに、おーい帽子もそれは落ちるわそれは、59ゲームでした。レギュラーボーナス右、はい、こんだけレギュラーが続いたらもうさすがに次はビッグでしょう、早めに、しかも早めに32ゲーム以内、うわもう3連続レギュラーはやーべえぞこれ、10ゲーム、こんなはってさ、こんなもんはもうビッグガニサス、ほらレギュラー悪性、今俺右に止めたよ俺は7を、これテンパらなかったってことは龍神丸レギュラー10ゲーム、いやー4連続レギュラーか、左やっちまったねこれね、いやーただコインはメダルは300枚ぐらいあるのかな、まあ、これはこれで OK、 ただ違うじゃない、もうぼちぼちビッグ来ないとまずいよ、まずい落とし頃よ、いやー追加投資ダメだこれ、刻んでいこう1000円、いやダメや、そういう
意気込みが大事。はい、1番行こう。頑張れベルデ、ね、粘れベルデ。もうちょっとこれ以上の追加投手はもうアホやぞ、アホの極みやぞ。あと2分、あと2分っす。耐えろマジで。おい、いいよ。さあ402ゲームです。いやー何やってんだろうな俺な。いやベルが頑張るな意外と。いやこの台悪くねえよ多分。はい、あと1分切り申した。19時33分ですね。さあ粘れ、さあ踊れ。ブラクラ3打ちたいな。ああれ粘らない感じ。うせやん、頼む。ここでベル揃わなかったら俺は追加投資。おお、いいよ。オッケーオッケー、マジベル頼む。リプレイ、よし。瀬戸際の攻防、よし勝った。いや勝ってはないけど。はい、時間になりました。これにて今回の実践終了します。ありがとうございます。お疲れです。あぶねえ。はい、結果の発表です。お疲れ様でした。本日ドラゴン花々打ちまして、総投手が658枚からの回収がですね、こちらですね、見えるかな、もう9枚ですね、1桁なんで649枚のマイナスということでね、まあ安定の結果かなと思ってます。まあ電飾花々らしさがあふれる結果かなと。でですね、これでまたね、遠のきました、5000枚から。安定やな。どうするもうこれ、どうします、目標もうあれやめ、ルール勝手にもう外しますかあれ。いやどうしようかな。ただその店内状況はねやっぱいいんですよね相変わらず。だからうまいことなんかこう入れ替わりのタイミングで座れればもうちょいいい成績を残せるはずなんで、あとはその、もう本当ね、この動画に関しては、もう実践時間が87分間と決まってるんで、そこでいかにビッグ引けるかなが、まあ、鍵ですね。っていうのは、もう皆さんご存知だと思うんですけど、なんで、そのね、ビッグを引けるオカルトを募集してます。まあ、ツイッターでもいいんで、僕のツイッターでもいいんで、まあ、動画のコメントでもいいんで、お待ちしてますんでね、その辺を参考に、今後また立ち回っていこうと思います。はい。というわけで、今回の楽園天国、安定の結果で、終わりだと思います。次も、いや次はねちょっとね本当頑張りますんで、また見てやってください。はい、ありがとうございました。花尾でした。あ、違うわ、今回はね、そう言うの忘れてた、これユーザーさんからもらったこのふと LED 電飾をね巻いての初実践だったんですけど、あんま関係ないですね。はい、というわけでまた次回バイバーイ。